材料はこちら。バニラアイスは半分の量を使います。まずバニラアイスとバターを溶かしておきます。さつまいもは皮をむき細かく切り、レンジで600ワット5分加熱します。温かいうちにさつまいもをつぶし、バターと混ぜます。そしてバニラアイスを加えてさらに混ぜていきます。生地をビニール袋に入れて先端を切り、カップに絞り出していきます。溶いたオーランを生地に塗っていきます。黒ごまがあればのせましょう。200度に予熱したオーブンで17分から18分焼きます。焼き上がったら完成。